皆さんこんにちは。第72回相続税法税理士試験の徹底検証会となります。えー、私、レック専任講師高橋でございます。どうぞよろしくお願いいたします。えー、まずは皆さんあの税理士試験、えー、お疲れ様でした。まあ、今年もですね。えっ、ー、とコロナウイルス感染拡大ので大変な中ですね。えっ、ー、と受験をされたということで、えっ、ー、と皆さん本当にえー、お疲れ様でした。 この徹底検証会では相続税法の本試験の解説こちらの方をさせていただきますそれでは早速ですが本試験の内容こちらの方を見ていきたいと思いますまずは理論問題になりますはいまああの全体ですねごめんなさい全体の総評として、えー、とまあ、本年度の試験の理論問題まず理論問題については と一問いともにですね昨年事務年度あ昨年度同様事例方式こちらの出題だったということでですねまあ条文をベタ書きすればいいということでなく具体的事例に即して回答しなければならなかったということになりますまあここのところですねここ最近えっ、ー、と事例問題結構多いのでえっ、ー、と皆さんもですねえっ、ー、とだいぶえっ、ー、と過去問とかをやってみてですねえっ、ー、と慣れていたのではないかなというふうに思います。 まあしっかりとまあまあ,あるまあその、えー、個別理論でえっ、ー、と習ったようなですね理論をえっ、ー、とその各事例に当てはめてということですからまあそんなにですねえっ、ー、とその当てはめが難しいとかそういうことはないとは思っております。はい次にですねえっ、ー、と計算問題ですね計算問題については例年に比べボリュームまあ若干少なかったかなというふうに感じております。 難易度自体も昨年度と比べ若干低いと感じているためケアレスミスや特に時間配分の失敗は許されない問題であったと。 試験会場でどれだけ粘れたかが問われる問題であったということでですね。まあ特にですね、えっと財産評価不動産の評価についてはえっと不整形地ですね。えっと昔は相当なんか変な三角地みたいなとこ形のですね土地とかそういうのが出ていましたが、まあ今年見てみるとえっとまあほぼというかですね、全部の土地の評価長方形でですね不整形でもなくえっとような形になっておりましたので、えっまあその点はですね、えっとまあそんなにじ 実務でもですね。例えば、三角形に近い土地をえっ、ー、とまあ、相続っていうかですね。えっ、ー、と持っている所有しているなんていうことはありませんから、まあ、実務でもですね。非常にあの出てくるような、えー、必要なところというのが、えっ、ー、と試験で試されているのかなというふうに思います。はい、それでは早速理論の方を見ていきましょう。1も。も、えー、理論1になります。はい、えー、次の説明に基づき、以下の問いに答えなさいということで、えー、ちょっと説明を読んでみましょう。 父 X は令和4年8月に死亡し公 A、えー、と大学院に在住は、えー、大学は相続により財産を取得した公 A が父 X から生前に取得していた財産は次の通りである贈与税の申告納税が必要なものについては適法に済ませているということでなお父 X 及び公 A は 日本国籍を有しており日本国外に住所を有していたことはないと、まあ、無制限納税義務者ですよと、はい、また以下の h 4に掲げる贈与以外の贈与については考慮する必要はないということでまずここでは、まあ、令和4年8月こちらにで令和4年8月に死亡亡くなっておりますので、まあ、ここから贈与加算ということになると歴年贈与であれば相続開始前3年以内の贈与であるかどうかといったところ。 あとはまあ生産課税、えー、出てきますけどそこについては贈与、えー、時の時価なのかそれとも相続時の時価なのかあとまあ教育資金の一括贈与、えー、の非課税というような形のところになりますのでちょっと1から4まで読んでいきましょう。はいえー、1として 平成30年11月に父 X から現金500万円の贈与を受けた、まあ、こちらについては先ほど言った歴年課税ですよね相続税産課税書いてありませんのでですからここは令和4年8月のですね、えー、と3年前、えー、と令和元年8月になりますからこちらの1番の平成30年11月の贈与については相続開始前3年以内の贈与に該当しないというようなことになります はい、次に2 3 4見ていきましょう。令和元年5月に父 X から土地の贈与贈与時の時価1,000万円相続開始時の時価2,500万円を受け父 X を、えー、特定贈与者として相続時生産課税の適用を受けた、えー、3令和2年10月に父 X から、えー、米国国債贈与時の時価2,000万円相続開始時の時価2,100万円の贈与を受けた、えー、4として 令和3年4月に父 X を委託者とする信託受益権1,000万円を取得し直系存続から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税こちらの適用を受けたと。なお父 X の相続開始の日における教育資金支出額は500万円であり公 A は在学証明書を贈与者の死亡の届け出と合わせて取扱金融機関に提出していると。 ということで先ほど言ったように、えー、と1番については歴年課税2と3については相続時生産課税4については教育資金の一括非課税の、えー、というような形になりますはいではこちらについても総評の方ちょっと見ていきましょうはい、えー、こちらの方の理論のですね、はいえー、相続税の計算上課税価格に加算される財産の価格および課された贈与税の課税上の取り扱いはいこちらについてちょっと読んでみましょう 本文は相続税の計算上課税価格に加算される財産の価格および課された贈与税の取り扱いについて関連する条文に触れつつ説明するよう問われたとまず相続税の計算上課税価格に加算される財産の価格および課された贈与税の課税上の取り扱いについては平成30年に行われた歴年課税の贈与令和元年および令和2年に行われた相続時生産課税の贈与 および令和3年に行われた教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の適用を受けた信託受益権の贈与について事例に当てはめ回答する必要があるとまた、えー、次の、えー、上記事項について、えー、関連する条文に触れつつ説明を求められているので1生前贈与加算について2相続時生産課税について 3教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税について記載する必要があるということでまずは事例に、えー、と即してですね、えー、と当てはめてというような形になります。そして、えー、とその後にですね条文に触れつつということですから条文先ほどの、えー、生前贈与加算相続時生産課税そして教育資金の一括贈与、えー、こちらので一括、えー、贈与のですね、えー、ところの、えー、条文に触れるということになります。 では、えーまあ、とりあえず問題もちょっと一度読んでみましょう。えー、公営の相続税の計算上課税価格に加算される財産の価格および課された贈与税の課税上の取扱いについて関連する、えー、条文に触れつつ説明しなさいとですからまず前段としては、えー、相続税の課税価格に加算される財産および贈与税が控除ということで、まあ、歴年贈与ですねこちらの1については先ほど説明したように「 平成30年分の贈与財産は相続開始前3年以内でないため生前贈与加算の適用なしと、はい、次に、丸、え、2、ー、相続時生産課税こちらは1000万土地、えー、令和元年こちらは贈与時の時価、えーまあ、令和2年の米国国債も同様に贈与時の時価での計算になります1000万円プラス2000万円、えー、プラス、えー、と信託財産こちら教育資金の一括、えーえー、贈与の税の非課税になりますので0イコール3000万円と。 いうことになりますそして教育資金の贈与の非課税というのは今回1,000万円でしたけれども枠が 1, 万円ありりまますすからゼロとということになりますそして三贈与税額控除相続時生産課税分ということで、まあ、2500万円、えー、こちらを聞くことができますから令和元年分の1,000万円については2500万円、えー、未,未満ということで、えー、ゼロ 令和2年分こちらは2,000万円についてはもともと1,000万円の枠を使ってますので残り2,500万から1,000万円を引いた1,500万円これを引いて残りがありますので一律20%の贈与税100万円、えー、米印、えー、2,000万円と2,500万円マイナス1,000万円1,500万円ということで、えー、1,500万円というような形こちらはロの、えー、まだ、えー、2,500万円から使い切れてない部分というような形になります。 はい、そして関連条文ですね関連条文はまずは生前贈与加算、えー、こちらについては、えー、こちら相続または遺贈により財産を取得した者がその相続の開始前3年以内にその相続に係る非相続人から贈与により財産を取得したある場合あ,ある場合においてはその者についてはその贈与により取得した財産 の価格を相続税の課税価格に加算した価格を相続税の課税価格とすると、まあ、こちらは,例は、えー、の事例としては年増与加算はななしとということになりますそして次に相続時生産課税こちらについては意図して相続または依存により財産を取得した相続時生産課税適用者特定贈与者から相続または依存により財産を取得した相続時生産課税適用者については その特定贈与者からの贈与により取得した相続時生産課税適用者の価格をこちらですね相続税の課税価格に加算した価格をもって相続税の課税価格とすると。ととして「相続時生産課税分贈与税額控除」「いの場合においてこの規定の適用を受ける財産につきかさられた贈与税がある時は相続税額からその贈与税の税額贈与税の外国税控除 税額控除前の税額として付帯税を除くに相当する金額を控除した金額をもってその納付すべき相続税額とするとはいえそして次にえと教育資金のえ一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税こちらの規定見てみましょう。はい贈与税税のの非課税平成25年年月月日日から令和5年3月31日までの間に 個人こちらは教育資金管理契約を締結する日において30歳未満の者に限るがその直系存続と信託会社との間の教育資金管理契約に基づき信託受益権を取得した場合その直系存続からの書面による贈与により取得した金銭を教育資金管理契約に基づき銀行等の営業所等において預金もしくは貯金として預け入れをした場合 または教育資金管理契約に基づきその直系存続からの書面による贈与による取得した金銭もしくはこれに類するもの、えー、で金融商品取引業者の営業所等において有価証券を購入した場合にはその信託受益券金銭または金銭等の価格のうち1,500万円までの金額、まあ、すでに受けている場合はその残額ですねに相当する部分の価格については贈与税の課税価格に参入しない。ただし その個人のその信託受益権等を取得した日の属する年の前年分の合計所得金額が1000万円を超える場合はこの限りではないと、まあ、こちらのところを、えー、とある程度、まあ、あの模範回答ではですねずらずらずらと書きましたがここをまあキーワード等ですね えーとまあ、あの必要な心をですねピックアップしてなるべく簡潔に書いていただくのが、えー、と他の理論だけではなくてですね計算問題にも時間を、えー、費やすためのですね、えー、と必要なももことかなというふうに思います。では次にですね、えー、贈与者が今回死亡した場合ということで贈与者が信託、えー、等をした日から教育資金管理契約の終了の日までの間に死亡した場合にはその受贈者については。 その贈与者が死亡した日における非課税拠出額から教育資金・支出額を控除した残額として一定の金額管理残額を相続または遺贈により取得したものとみなして相続税を課するとただ今回今回の事例の例ですね事例の例はこの,この規定はというところにつなぎます。こののの規定は贈与者の死亡の日ににおいいてて歳未満であるる場場合合等に在学している場合 または雇用保険法に規定する教育資金え訓練を受けている場合には適用しないということで、まあ、今回の例でいうと,、えー、とこちらのところ、えー、大学院に行ってるということですから管理残額は、えー、相続税の加算にはならないといったところこちらのところをきちんと、えー、記載をしておいていただきたいなというふうに思います。ででは次次にに問いててみまししょう、はいえー、次の理論ですね、はい、説明として B は平成30年5月に父 Y から非上場,株式の上場会社の株式の贈与1,000株贈与時の時価は1株当たり5万円を受け非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例の適用を受けた父は特例経営贈与承継期間の経過後に死亡した当該株式の相続開始時の時価は1株当たり10万円 え、括弧 1>, 1として上記の特例の趣旨と概要について簡潔に説明しなさい。え、括弧2として父 y が死亡した場合における上記の特例の適用を受けた上記の株式に係る贈与税及び相続税の課税上の取扱いについて関連する条文に触れつつ説明しなさいということになります。まあ、こちらもですね。えっ、ー、と、まず総評の方、えー、どういったものなのかといったところで見ていきましょう。 はい、えー、こちら、本問についても統一同様事例問題となっており、えー、父から非上場会社の株式の贈与を受けた際に適用した非上場株式等についての贈与税の納税猶予および免除の特例について括弧1では特例の趣旨および概要について簡潔に説明するよう問われた。また括弧2では 贈与者が死亡した際に上記特例の適用を受けた株式にかかる贈与税および相続税の課税上の取扱いについて関連する条文に触れながら説明するよう問われた事業証券については社会全体にとっても喫緊の課題であるため今後も理論問題で出題される可能性はあると考えると。 ということでまさにこちら事業承継ですよ、ねえーとまあ,あの今の,、えー、とあの中小企業とかですね、えーとまあ、後継者がいないといったところをいかに次の世代に続くかというのが、まあ、喫緊の課題ということですので、えー、とその、えーまあ、課題というかですね今一番着目されている注目されているです、ねえー、ところについての、えー、と問題であったということになります。 ではこちらのところのですね問題の方を見ていきましょう。はいまず、ですねこちら、ちょっと画面がカッコ2になってますけれども、カッコ1のところ先にですね見ていくような形になります。カッコ1については、各その事例ですね、趣旨ですねごめんなさい、趣旨についてということですから、こちらちょっと気にしないでいただいて、趣旨の方を見ていきましょう。 非上場株式等の納税猶予制度では特例受増・非上場株式等の継続保有を促すとともに認定贈与・承継会社の組織変更等に起因して特例受増・非上場株式等に変化が生じた場合に税務署長がそれを適切に把握できるような措置を講じるという趣旨から特例受増・非上場株式等の全部を担保として提供させることを原則に位置づけ その場合の、えー、みなす充足規定を設けているということになります。はい、えー、よろしいでしょうか。はい、えっ、ー、とそして次がですね、えっ、ー、と括弧2のところですね。先ほどちょっとえっ、ー、と回答のところに趣旨のところの上にえっ、ー、と問題出してしまいましたが、この括弧2のところ見てみましょう。特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例。 非上場株式等についての贈与税の納税猶予等の規定に特例に規定する特例経営承継受贈者にかかる特例贈与者が死亡した場合その死亡の非前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき納税の猶予にかかる期限が確定した場合 およびその死亡の時以前にえその特例経営承継受蔵者が死亡した場合を除くにはその特例贈与者の死亡による、えー、相続または遺贈にかかる相続税についてはその特例経営承継受蔵者が特例贈与者から相続え過去としてその特例経営承継受蔵者がその特例贈与者の相続人以外の者である場合には依存、えー、により、えー 納税猶予等の、えー、適用に係る特例対象受蔵非上場株式等括弧、えー、として納、えー、猶予中増予税額に対応する部分に係るの取得をしたものとみなすこの場合においてその死亡による相続または依存に係る相続税の課税価格の計算の基礎に参入すべきその特例対象受蔵非上場株式等の価格については その特例贈与者から贈与により取得した特例対象受増非上場株式等のその贈与の時における価格を基礎として計算するものとすると。 本文の場合には贈与、えー、時の時価5万円る1 0 0 0株ということで5000万円が相続税の課税価格に参入されるということになります。まあ、ここちょっと,、えー、と難しい言葉がいっぱい出てきましたが、まあ、基本的には納税猶予だというようなこと、えー、そしてですね、えー、その死亡時にはその分、まあ、結局、えー、その相続財産に加算するんですよと、まあ、その時には贈与時の時価といったところここのところをちょっと難しい言葉ばかり わかりになりますが説明していくという必要があるのかなといったところになりますなかなかここのその特例承継とかですねそういった言葉なかなかその覚えづらいと思いますので、まあ、まずはその骨組みとしてまず納税猶予なんだよとどういう取り扱いをするの というのは相続の時にはそのまま加算がされるんですよとその代わり、えー、とその時には、えー、とあくまでも相続時の時価ではなくて贈与時の時価といったところこういったところもきちんと押さえて記載をすればですねある程度加点が見込まれるのではないかなというふうに思いますではは理論については以上となります。 え次にですね計算問題の解説こちらについてはですね、えー、と不動産の評価、えー、こちらの方を中心にということでですね、えー、と解説の方をさせていただきますまあ、なお他のところちょっと,えと省略している分についてはですね、えー、とその解説、えー、こちらのところを見,見たりとかしてですね、えー、と皆さん確認をしていただきたいなというふうに思いますはいではえ計算問題の方の総評を見てみましょう計算については例年と比べ若干ボリュームが少なく 難易度も昨年より若干低くなっているとと感じたと特に宅地の評価については昨年同様民法,に民法改正によって創設された配偶者居住権の評価が取材されたが土地の形状、まあ特にこちらのですね土地の形状等としては最近の傾向として極端に形状が悪い不正形地は取材されないなど、えー、とまあ実務に即したですね問題が取材されたと感じていると。 ただ全体的に難易度は若干低いというふうに思っておりますが個々の問題各項目についてはなかなか非常にですね難しいところもあるのでこちらしっかり理解しているということが問われですね次回半分を気にしながら ケアレスミスを最小限にすることができたかがポイントとなるということでなかなか、えー、とそんなに難しくないかなというようなことで、えー、と最初は思っていたんですけど、まあ、実際はですね、えー、と結構ですね、えー、と個々の問題またあのその 取り扱いがですね、えー、と適用できるか適用できないかというですねギリギリのところみたいなところの記載の仕方もあってですね、えー、とちょっと,、えーとまあ、あの若干難しくはないといいながらはもう結構そういったところでですねなかなか、えー、とその理解度を試されるという問題ではなかったのかなというふうに感じております。えー、それではまず、えー、と親族図、えー、と見ていきましょう。 はいえー、と今回、えー、非相続人、えー、令和4年5月29日に相続開始ということで、法廷相続人は、お、ま、つ、あえー、そして放棄をしている A、えー、長女 B、えー、次女 C、えー、そして、えーえー、こちら、養子の C 出しがなくなっているということで、養子の F、こちら、養子となっておりますので、こちら20身分ですね、はい、ただ16歳ということで、えー、とこちら、未成年者控除がありますよと。 ということでまずは法定相続人、お、え、つ、ー、と A、B、C、F、F については C の代襲相続分も、えー、とプラスされるということで、まずここの法定相続人と,、えー、とその法定相続分、えー、こちらが間,ち間,違っちゃうと間違ってしまうと、ですね、えー、と結構、後々までも全部あの引きずりますので、えーと、こちらのところはしっかりと皆さん、できたのかなというふうには思います。はい、では、えー、土地の評価、見ていきましょう。 まず宅地チ G、えー、こちらは用紙 A に依存するということで宅地 G は路線化地域に所在し、えーえー、その地形等は次の通りであるなお宅地 G はすべて以下のカッ、えー、2の、えー、家屋の敷地のように供されているということで、まあその括弧2のところは省略していますが、えー、と解説と,、あのー、としてはですね、宅地 G は自用地ですよと。 そしてタクチ I こちらも需要値ですよとその2つタクチ G とタクチ I を用紙 A こちらが依存により取得しているということなのでまずここのタクチ G とタクチ I こちらが一体評価なのかそれとも別々に評価するのかというところここが一番の基本ですよね基本のところここはしっかりとまず押さえていただきたいと需要値と需要値ということになりますので こちらについてはタクチ G とタクー I は一体評価こちらのところを、えーとえー、間違えないようにしていただきたいなと思います。 解、えー、答の欄がですね「タックチー G」の欄と「タックチー I」の欄というような形に分かれているので解答欄から見るとですねなんか別々の評価しなければいけないんじゃないかなというふうに思われた方もいるかもしれないんですけどもうここはもうその、えー、と一体評価とするか個別で評価とするかというのは、まあ、評価単位こちらのところはですね基本中の基本ですので間違えていただきたくないなというふうに思います。よろししいでしょうか はいでは次に、えー、と宅地 J4 の方と見てみましょうはい宅地 J は長女 B と次女 C に1分の2ずつ移動すると宅地 J は、えー、こちらですね、えー、路線化地域、えー、普通住宅地区に所在し、えー、その地形等は次の通りである宅地 J はすべて以下の括弧5の家屋 K の敷地として使用されていると ということで今回宅地、タクチ J。こちらが居住用のところというような形で、えー、需要値評価というふうになります。そして、えー、と次の説明、えー、こちらのところ、えー、まず,まずあ、でも先にこちらのところも説明しちゃいましょう。こちらについては、路線価30万円というふうについていて、タクチ M、こちらもあるんですけども、こちらは一体評価とはなりません。えー、というのはですね、こちらのタクチ J、えーえー、J か、えーと、こちらは、ごめんなさい。 えと戻りまして、えー、っとここですね。 はい、えー、とこちらは宅地チについては、需要値、えー、あと後ろの方にちょっと、えー、とここのところ、パワーポイントには載せてませんが、宅地 M、こ,こちらについてはですね、えー、と貸した口、えー、ということなので、まず、えー、とこちらについては、利用、えー、区分が、です利、ね、用状況が違うということになりますので、需要値と貸した口ということですから、別々に評価をするということになります。 はいで、えー、とこちらについて、えー、とタクシー M については、えー、とこちらについては別々に評価するといったときに、どうやって評価するのかというと、まあ、ちょっと後から出てきますが、簡単に説明しますと、こちらに私道、えー、指導があって、ここから入っていきますよと、その指導について、特定路線価、24万円というのが、税務署長から振られてますよと。 えこちらの方ですね、えー、と通知がありましたということなので宅地 M についてはこの指導こちらを元に評価をするとで宅地 J についてはもともとこの指導関係なくですね路線価30万円のところに面していますのでこちらの評価、えー、普通に評価をするとただこの宅地 J は、えー、先ほどのにも説明しましたが 配偶者居住権こちらが設定されていますよということなので、まあ、その宅地の部分と配偶者居住権の部分土地は土地も建物も同様ですけども分けて計算をする必要が出てきますよといったところに注意していただきたいと思います。 特に配偶者共住権、えー、と昨年も出たのでなかなかこれもですね最近の民法改正によって、えー、こちらの方、えー、こういったものが出てきましたので、えーとまあ、まだまだですね、まあ、新しいというような形でですねまだまだこれからも配偶者共住権については評価、えーまあ、ぜ本試験でですね出る可能性というのは非常に高いのではないかなというふうに思います。では配偶者共住権の評価どのようにしていくのか見ていきましょう。 はい、配偶者居住権に基づく居住建物のまず敷地の利用に関する権利の評価ということで、まあ、ここは配偶者居住権というのは建物に住んでますから建物にももちろんあ建物にはですねもちろん配偶者居住権という権利がありますけれどもその敷地 その敷地についても配偶者住権結局そこの建物が建っているところの敷地ですからそちらについても配偶者住権というの敷地のですね権利の評価が必要になるので建物としての配偶者教住教敷地の利用としての配偶者教住権という形で分ける必要が出てきます。 はい、えー、そのうちのまず、えっ、ー、と、配偶者居住権に基づく居住建物の敷地、土地の利用に関する権の評価、どのようにするかというと、土地等の時価、まあ、こちらについては今回で言うと相続税評価額ですね。そこから、土地等の時価る残存残、えー、存続年数に応じた民法の法定利率による福利減価、えー、福利減価率というような形になって、えー、残存年数、 原価率ですね、はい、配偶者の平均余命のこちら計算が必要になりますよということで配偶者の平均余命こちらについてもですねあと繰り年金原価率こちらについても問題文に出てますのでそのままそちらを使ってまず敷地利用権配偶者居住権の敷地利用権についての評価を行うと。 配偶,者利用配偶者居住権の敷地利用権の評価、これを行えば、えー、とこの2のところですね、えー、居住建物の敷地の評価、敷地の評価については、 土地等の自家からこちらで行った敷地の利用に関する権利の評価、それを差し引いたのが、えー、こちらのですね居住建物の敷地の評価という敷地所有者の評価ということになります。まあ、ここは配偶者居住権が決まればその相続税評価額その土地の相続税評価額からその配偶者居住権を引いたのがえっ、ー、と敷地の、えー、ま所有した人のですね評価額ですよというのはまあ明らかにな明らかであるというふうに思います。 それでは同様に建物の方を見ていきましょう。はいえー、と配偶者居住権建物の評価ですねこちらについては3、えー、式として建物の時価から建物の時価かけ、えー、と分子部がですね残存対応年数、えー、と分子が残存対応年数マイナス配偶者居住権の存続年数それにかける存続年数に応じた民法の法定、えー 利率による福利減価率ということで今回ここのところの対応残存対応年数といった場合についてですねまず対応年数。 こちらは非事業用の場合については、えー、事業用の1.5倍なかなかここもですね、えー、と所得税の、えー、勉強をしていればですねこういったところもわかるかもしれないんですけどなかなか相続税法だけではですね、えー、と対応年数非事業用の場合については1.5倍なんですよというのは頭の中に入ってなかったかも,しれ,いたかもしれませんがここのところはですね、えー、と気をつけていただきたいなとそうでないと今回、えー、と22年で対応年数設定 されていたと思うんですけれどもえそこがですねえー、っと あ20年かなあのちょっと、えー、ここのところ、えー、見てみますが、えー、とそこのところがですね実は、えー、とそこの1.5倍をしないと,、えー、と計算でマイナスになってしまうといったところですねそういったところが、えー、とありましたので、まあ、22年ですね22年の1.5倍ということにしないとマイナスが生じてしまうということでですねそれはおかしいだろうということで気づかれた方もいるのではないかなというふうに思います。 はい、えー、そして、えー、と先ほど言ったようにですね配偶者居住権が、えー、こちらですね設定された建物居住建物所有権の評価については先ほど出したこちらをもとにですね建物の時価マイナス配偶者居住権の価格、えー、こちらで評価するんですよということになりますよろしいでしょうかでは次に、えー、とこちらのですね、えー、と先ほどの中のですね こちらの,、えー、とこ,っちのこっちのところですね指導とそ、えー、してタクチ M こちらのところ、えー、どのような評価になるのかということで見ていきます、えー、と先ほど言ったようにですね問題文ちょっとこちらには表示はされませんがタクチ M こちらはですね貸したく、えー、としてのですね評価ということで、えー、と皆さん、えー、とまず理解をしておいていただきたいなというふうに思います そうすると貸した口を利用するためのですね、えー、と指導というような形になりますので、まあ、ここのところのまず指導の評価どのようになるのかという,ふうにことで見ていきましょう、はい、指導の評価こちらについては賛式として正面路線か先ほどのですね こちらの30万円ですね。30万円をもとに、えー、奥行き価格補正、えーと、こちらについては、間口強書補正率、奥行き招大補正率、かけたところで単価を出して、その100分の30ということで、円未満切り捨て、こちらについて、えー、と私道については、通り抜けができる指導についてはです、ねえーと、評価しない、えー、という形になりますが、通り抜けができずです、ね、特定の社が、えー、使用する指導については、えー、通常のタクシーの評価、 こちらのですね。100分の30ということになりますので、ここはそこの点はえっ、ー、と皆さんもあのす、ー、でにえっ、ー、と承知であると思います。そちらのところ、路線価かけるえー、小奥行き価格を成立かける。100分の30と特定路線価。今回でいうとこの24万円ですね。いきなり24万円に100分の30、えー、こちらを円未満切り捨てこちらの意図路のいずれか低い方。 こちらが私の指導のですね、平米あたりりの単価とといい、うことになります。はいえー、とただですね今回ここでですね、えー、とちょっと私もなかなかその光ミスをしたんですけれどもこの指導何の最終的にこの指導を使ってどういう土地宅地 M というのはどういう土地なのというと貸した土地ですよという形になりますからここで次のところですね。 指導貸した口の指導の評価としては最終的に指導の奥のですね評価するところは貸した口ですから「事業地」「指導としての事業士としての価格かけイ1ス借地権割合」この指導についても、えー、とその底地の評価貸した口の評価をしてくださいねというようなことになります。 なかなかここまではですね、えーとまあ、気づいたというか知ってるか知ってないかですよね知っている者というのはなかなかとです、ねえー、といないのではないかなというふうに思います。 今回この指導の評価を貸した口と同様に1マイナス借地権割合という形にするのはもともとその指導を使ったその奥のところを評価する評価の対象地が貸した口だからといったこと,えくところで,ですねこういった評価になりますのでえここのところは今回えっと間違った方についてはですねえっと覚えておいていただきたいなというふうに思います。 なかなかちょっとここはですねえー、と合ってた方っていうかですね、党、えーまあ、ですよね、えーとか、ちゃんと回答した方っていうのは少ないのではないかなというふうに思います。はい、えー、よろしいでしょうか、はいえーと。そしてあとはですね、まあ、タッグチームについては、あとはもう普通に、えーとそのえー、路線化ですね、えー、とあくまでも指導の評価は正面路線化の33万円でしたっけ。 えっと、三十万円とかける奥行価格構成率、かける百分の三十もしくは、えっと、特定汚染化の、えっと、二十えーと四万円ですね。二十四万円かける、えっと、その、えぇ、1分の三十と比べてみるんですけど、えっと、この可視宅値 M、こちらについては、 えとあくまでも特定路線化24万円が出てますのでその24万円をもとに評価をして、えー、そして1マイナス借地権割合というようなところ、えー、こちらのところですねは、えー、基本となって基本中の基本ですので、えー、と間違いのないようにしていただき間違,間違えた方は間違いのないようにしていただきたいなというふうに思います。えー、それでは最後に、えー、とそのタクシー N、えー、もう一つの最後のですねタクシーの評価見ていきましょう。 はい「タク地,地 N は路線化地域普通商業住宅平洋住宅地区、えー、そして三大都市圏および、えー、都市計画法に規定する工場地域に所在しておりその地形等は次のとおりであると」と、えー、なおタクチ N はすべて以下の9の括弧9の家屋王の式として使用されており 都市計画法に規定する市街化調整区域には所在しておらず容積率は100 200%となっているということで、まあ、あの通常の評価のところでですねこんなものが出てこなかったというのがこちらのところですよね、えー、と三大都市圏および都市計画法に規定する工業地域に所在していると。 こういういのは普通あの、先ほどからのです、ねえー、土地の評価を見ているときには出てきませんでしたよね。なお、また都市計画法に規定する市街化調整区域には所在しておらずと。 いうこととととと率は200となっているといるうことこちらのことから何を、えーまあ、試験のですね、えー、と問題の作成者は、えー、とこちらのところ何を言ってるのかっていうとこの土地がこちらにも書いてあるようにですね記載させていただいたように地積規模の大きな宅地の評価こちらに該当するかどうか該当するのであればそのような形の評価源が必要になりますよと言ったところをですね 受験生の皆さんどうですかというふうに問われているというふうに思ってくださいその地石もの大きな拓地の評価三大都市圏関東というかですね東京、名古屋地域そして関西地域の関西というか大阪ですね大阪府周辺については500平米以上そしてもちろん市街化調整区域には該当していないと。 溶石率については400%東京23区については300%未満であることこちらを条件にですね地積規模の大きな宅地として評価減ができるかどうかといったところここのところを判断するとでここで、えー、と今回迷ったところがこここのところですね三大都市圏および、えー、都市計画法に規定する工業地域に所在しておりと。 ただここで、えー、とそのですね地的規模の大きな宅地の評価、えー、こちらについては工場専用地域、えー、工場地域とですね工場専用地域というところはまた別のところで今回この工場専用地域ということではないのでこちらについてはですね地的規模の大きな宅地の評価の該当,地該当地というような形になります。 ここもちょっとですね工業地域に、えーそえー、所在しておりというですね、ちょっとまああの悩むっていうかですね、これどっちなのかなといったふうにです、ね、迷われた受験生の方もいたかもしれませんが今回こちらはですね地石規模の大きな宅地の評価。 こちらが該当とというなうなことになりますので、えー、このような形、えー、こちらもですね、えー、と旧恒大地昔は恒大地といったところでですね評価源がされていたところを今その恒大地のがなくなってですね地石規模の大きな拓地の評価ということになりますのでなりましたのでここも、えー、とその改正がしてからですねそんなにまだ、えー、と5年ぐらいしか経ってませんから、えー、とこれからもですね配偶者居住権の評価同様にですね、えー、と本試験の問題では出される可能性が 可能性というのは高いのではないかなというふうに考えております。はい、それではその計算式のところを見ていきましょう。 はいえー、宅地への貸貸し当たり手付地家屋を貸し屋まず地積規模の大きな宅地の評価ということで正面路線かける奥行き価格補正率これは、えー、と普通通りですよねそれに不正形地補正率と、えー、かけたところとです、ね、また規模格差補正率かける地積ということで地積規模の大きな宅地の評価についてはこの 規模格差補正率こちらのところが評価減の対象になりますよと言ったところになります今回のですね評価減の対象規模格差補正率こちらについては0.79と言ったところ ここがですねですから21%下がりますよということなので、まあ、ここはですね実務において、えー、ここの全体の評価が、えー、そのようになっていれば、えー、と例えば持ち分がすごい少なくてもこの地積規模の大きな宅地の評価ができるということになりますので特に、えー、実務でですね税理士になられてから気をつけてもらいたいのはマン,ン、ね、マンションの一室を持っていると。 言った時にそのマンションの敷地の例えば何十万分のいくつかがですねそういう敷地面積だからそんなにその平米数としていれば土地の面積なんていうのは20平米とか30平米しか持ってませんよということであってもあくまでも全体が三、えー、大都市圏、えー、3大都市圏であれば500平米以上、えー、そのタクシーマンションの敷地があればですねいくら、えー、とまず所有権として何十万分のいくつだの形にした時に二十何平米とかそれだけ でもですね。この地積規模の大きなタクシーの評価というのが、もう容積率とか他のところの、えー、こちらのところもクリアすればですね、えー、とできるということになりますので、ここは注意していただきたいなというふうに思います。はい、えー、土地の評価は、えー、と以上となります。あとは、えー、とちょっと,、えー、と口頭で、えーと、まああの他のところのですね。 えとその土地、えー、の評価以外のところも、えー、ちょっと、えー、説明をさせていただきますと,、えー、と今回、取引相場のない株式、えー、こちらのところもですね、えー、とちょっとですね判断が難しいというかですねなんか引っ掛けかなみたいな形のところがあったのがまず、えー、同族株主、えー、と評価方法が原則的評価方法になるのかそれとも特例的評価方法配当還元方式になるのかといったところでですね 試験問題では本試験問題では P 社株式というふうになってましたけれども非相続人のグループが30%でしたとそして、えー、とそれとは別に P 社の創業者全くその、えー、非相続人と違う別のグループこちらは50%、ね、所有していたよと。 いうことでまあ、50%を所有しているので他のその被、えー、相続人のです、ねえー、グループ以外のところがですからこちら、えー、と50%超、えーえー、所有しているグループがあった時にはそれ以外の同族株主については、えー、同族株主以外の評価、えー、特例的評価方法を使うんですよといったところで,です、ねえー、と間違えられた方もいる,と思うあいるかもしれないんですけどこちら創業者の P 社の創業者というのが、えー、全体の50%。 50%ということで50%超50を超えて持っているということではないということなので今回その非相続人グループのですね30%のところも同族株主に該当原則的評判方法になるといったところここのところもちょっと謝りやすかったのかなといったところがあります。 えー、そしてまた土地の評価、先ほど説明をしていま,説明をしませんでしたが、えー、と今回、ですね、えー、と貸したく地のところのです、ね、貸しや立て付け市や貸した地のところで、貸し付けの時、えー、こちらがですね、えー、といつから貸してるのといったところが、えー、によって、ですね、えー、と小規模宅地の貸し付け事業用の減額の特例、こちらでですね選択できる、できないといったところもありました。 えーとまず、ですね、えー、と3年以内、えー、相続開始前3年以内に貸付を行っているところについてはもともと,えーと事業規模5等10室以上で貸しているという事実がなければ3年以内に貸付、えー、相続開始前3年以内にえーと貸付が行われたところについてはですね貸付事業用の小規模タクシーの減額の特例が適用できないというのがあります。 で今回、そこのところが3年を超えて貸し付けをしているところと3年を超えていなくですね3年以内に貸し付けを行ったところという2つの事例があってその事例、えー、2つの宅地があってですねそちらをしっかりとですね小規模宅地の減額の特例の適用地としてしっかりと,、えー、とああの理解しているかどうかといったところも、えー、と問われた問題がありましたので、まあ、そこもですね、えー、最近の、えー、そのタワーマンションと えですねえー、と相続開始直前に購入をして貸してです、ね、そこを小規模宅地の特例で適用しているとか言ったところ、えー、そうした、えーとそのえー、と過度な,節税,方式みたいな節税方法みたいなのをです、ねえー、と是正しようといったところ、えー、こちらのところの改正が最近行われてますのでそこのところもです、ねえー、としっかりと理解しているかどうかといううなのが問われたのかなというふうに思います。 あとは、えっ、ー、と、宅地以外では、えっ、ー、と、また、えっ、ー、と、貸付金のところもですね、えっ、ー、と、こちらのところも、えー、こちらの、えー、債務超過状態ということでですね、この貸付金、えっ、ー、と、評価するのどうのっていうようなところも、えっ、ー、と、ちょっと、えー、難しかったのかなといったところ、えー、そしてですね、えっ、ー、と、2割加算のところですね、2割加算のところで、えっ、ー、と、一番最初に、えー、出したところでですね、ここのですね、 えー、こちらの用紙 F ですね養子 F というのは通常は、えー、とこちら C' ダッシュの代衆相続人ということですからみなし自死ということになり孫養子になりますけれども2割加算、えー、こちらのところの対象にならないというのが、えー、と通常、えーどうね、もう取材出され,たんですされてるところなんですけど今回はその用紙 F が 放送相続放棄の手続きをしていると。 いうことでですねここ大、えー、衆相続人である孫養子が、えー、相続の放棄をしている場合についてはですね2割加算が適用されるといったところここもなかなかですね、えー、ともう、えー、とそこまで気づいたというか、まあ、気付くというよりもそこまでですね、えー、とちゃんとですね、えー、と理解していたかどうかといった者がですねどのくらいいたのかなといったところもですね、えー、とここもちょっとなかなか、ま、正解する人っていうのはここ 養子 F を2割加算してますよっていう人はですね、まあ、見なし自身のところを忘れて2割加算、まあ、ご養子だからというような形でしてえっ、ー、と勘違いがそのまま正答と正しい回答となったという方もいらっしゃるかもしれないんですけど、ここもですね2割加算は難しかったのかなというふうに思います。ですから一つ一つ土地の評価とかですね、そういったところは不正形の形をしている土地が出ていないとか、えっ、ー、と初期はあの取引そばのない株式についてもですね、えっ、ー、と その、えー 計算がですね、非常に難しいというようなところではなく、えー、とさらっと、えー、そこにそあまり時間がかけずにですね、えーとまあ、その評価ができたといったところを見るとそんなに個々としての評価とかは難しくはないんですけどもう実際にですね、先ほど言った、えー、と養子の、えー、孫養子でもですね、み、えー、なし自死と認められた大衆相続のみなし自死と認められた孫養子こちらについてもですね、放棄をしているので2割加算の対象だとかですね、なかなかそこ、えー こ,こまでですね、えー、と学習が進んでいないと言った方についてはちょっと大変だったのかなとただ全体的に見れば先ほどのですね2割加算のところについてはですねここはほとんど合ってる方というのは、えー、とその最後までですよみ、えー、なし実施だからこの2割加算孫用しないんですよと言ったところを理解している方で最後まで回答ができたということは方はです、ね、そんなにいないのではないかなというふうに思います。 ということは、えー、と最一番最初にも、えー、と申し上げた通り、計算問題についてはいかに他の受験生が、えー、と正解を出している、正当としているところについては、ケアレスミスとかもなくです、ね、えー、ときちんと解いて、あとはそこのケアレスミスとか、えー、と他の受験生が間違えるようなところをです、ね、ちょっとでも加点すればです、ね、まあ、そこへ合格点より上に行くのではないかなと。 あとはまた理論については、えーっとまああのー、正解模範解答は、えー、どこの、えー、専門学校の模範解答でもですねずらずらずらと書いてありますけどあのような形で記載をするということになると時間が相当取られますので。 そこのところは、まあ、過剰書きで過剰書きとは言いませんがが絶対正しいとは言いませんがそれに近いところでですね、えー、と回答の方を記載してなるべく、えー、とその次回配分として、えー、とその財産評価、えー、財産計算問題ですね計算問題までしっかりと,、えー、と解いていくということが必要なのかなというふうに思います。よろししいでしょうか えー、それではですね、えーまあ、こちらのところで、えーとまあ、解説の講義を、えー、終了させていただきますが、ね、何か、えー、とその問い合わせとあればですねレ,レックの税理士カ、えー、こちらの方に問い合わせをしていただきたいと思います。えー、と皆さん、えーまあ、いかがだったでしょうか、えー、と1年間の成果が出ていたことをですね、えー、とあの祈って祈りますというかですね、まあ、皆さん1年間お疲れ様でした。 えー、以上でですねそれでは、えー、第72回、えー、相続税法税理試験の徹底検証会を終了させていただきます。皆様様お疲れ様でした